三島道綱、三島道綱、三島道綱、1835年6月26日、天保六年6月1日から1888年、明治21年10月23日は、日本の武士、薩摩藩士、明治時代の内務官僚。英典は、肖像位、訓に投資者区、通称は野兵。県令時代は、反対派を押し切り強力に、 土木工事を進める手法から土木権令や鬼権令の異名で呼ばれた。薩摩藩士、三島道隅の長男として生まれる。三島家は藩の鼓指南役の家柄であったが、次元流剣術と共に、伊地知正春から兵学を学んだ。聖中組の一員として寺田屋事件に関与し、謹慎を命じられるが、後に西郷隆盛に取り立てられ、藩主。 島津忠義から神話奉行に抜擢される。母親戦争においては、蕎麦、伏見の戦いで、小二打隊を率いるなど活躍した。その後は、反省改革に参加し、民事奉行や、日向都の城の児童などを務めた。この時の業績が認められ、大久保利道の計らいにより、新政府に出資する。明治五年、1871年、東京府三寺。 銀座レンガ街建設の退任を果たしている。後に、京部大進む。明治7年、1874年、坂田県令、現在の山形県坂田市など旧庄内藩を所管。明治9年、1876年から明治15年、1882年まで、初代山形県令。明治13年、1880年に、那須のが原に、はじめ校舎。 長廊社、後に、三島農場を開設。明治15年、1882年1月から、福島県令を兼任。同年7月より、福島県令選任。翌年10月より、栃木県令。明治17年、1884年に、内務省土木局長、県令と兼任。明治18年、1885年に、警視総監。明治二十年、 1887年5月24日、維新の功により、死者区を授けられた。明治21年、1888年夏、京市総刊在任中に、脳一血に倒れた。そして同年10月23日、見舞いに訪れた多くの部下、友人たちに見取られ、この世を去った。去年54、葬儀には1万2000名が参列し、青山墓地に埋葬された。 入院から死の当日までの見舞客、葬儀、一周期の参列者まで一人一人の名前が記録されている。1874年、明治七年に酒田県令に就任する。着任早々の課題は、ワッパ騒動と呼ばれる農民抗議への対策であった。これは、旧省内藩時代からの県令や管理が明治政府の布告を無視して、 旧省内藩時代同様の税と労役を課したことに対する農民の反抗であった。三島は管理を全面的に更迭するとともに農民に対しては弾圧で臨んだ。翌年、裁判により可能金を農民に返すことで騒動は決着した。なお、坂田県は1875年8月に鶴岡県へ改名された。1876年8月21日に 鶴岡県、旧山形県、大玉県が合併され、現在の山形県が設置されると、三島は山形県令に就任した。山形県における政策の中心は、道路、橋梁整備と公共施設の建築であった。三島が山形県令になった時に、内務卿の大久保利道に、県政の方針を問われ、第一に新たな道路を開いて、 交通の便を良くすることを挙げると、三島の主張を聞いた大久保は、あまり一時に大事業を行うのはどうかと疑問を投げかけたが、三島の決断は固く、大久保もそれを許したという。江戸時代まで、現在の山形県、特に、省内地方、旧鶴岡県は、日本海と西条川を経由する周運により、江戸よりも大阪と強く結びついていた。しかし、 明治時代に陸運が重視されると、陸路による東京までの交通整備が進められた。三島は1876年に県内道路計画の告示を出し、総額14万5千円の工事金を地元負担とするように区長に要請。その予算のおおよそ半分に当たる9万5千円が山形から米沢を経て、当時日本最長になる立子山水道を掘削して東京に出る。 カ安神道に当てられた、土木県令とあだ名されたのもちょうどこの頃からである。1880年、米沢と福島の間に万世王子、万世王子こと津子街道を、1882年には山形と仙台の間に関山街道を完成させた。この両道は馬車が通行可能な規格で作られた。こうして山形県の産物狩り黒で、 福島や仙台に出て、水道州街道や鉄道による東京への輸送路が確立した結果、県経済は活況を呈した。三島は、他にも林県に通じる車場通行可能な道路を、いくつも建設した。立子山水道、後の立子トンネル、関山水道、関山トンネル等のトンネル工事、多数の橋梁工事が行われた。また、宇州街道の素川に、 石像の時は橋を作った。これらの道は後に国道13号、国道48号となり、トンネルや橋梁の台代わりやバイパス道路化を経ながらも、明治時代以降の物流の変化によく対応し、現在でも県内の主要道路であり続けているなど、山形県内陸部の交通インフラ整備には成果を上げている。建築では、県庁、病院、学校などを当時としては、 大きな規模で多数作った。現存するものに、旧再生館病院本館、重要文化財、旧東村山国役所、旧東田川国役所、現存しないものでは、山形県庁舎、鶴岡の朝、秋学校などがある。これらは義用府建築で建てられたが、作業に従事した東領たちがその後も、形式を踏襲したため、東北地方には、 多数の技用風建築が存在することとなった。洋画家、高橋祐一は、これらの建築物や都市の景観を描いている。1878年に山形市を訪れた英国人女性イザベラ・ワードも、著書、日本奥地機構で、近代的な山形市外に受けた強い印象を記している。これらの内現存する建物移行は、経済産業省により、 近代化産業遺産に認定されている。1882年、明治15年、自由民権運動を推進する、自由党勢力が盛んな中通り、福島県、中部と合津地方、福島県西部に、福島県令として着任、運動の監視、鎮静化に努めた。三島は、県令として、越後街道、合津街道、山形街道の三つの街道、 合図三方道路の建設を推進した。しかし道路は完成したものの、すでに陸運の中心が鉄道に切り替わっていたために、街道整備は時代例になっていた。さらに道路建設は、地元住民に負担を強いたため、自由党との圧力を強めた。三島は、定政党を作って自由党に対抗した。自由党の首領、河野博中は、激発を戒めたが、ついに、 福島事件で逮捕、投獄された。栃木県令時代、1884年、自由党員が3党の暗殺を図ったカバさん事件が起こる。1887年12月25日、三大事件建白運動や大道団結運動など自由民権運動の公用に対し、皇居付近から危険人物を排除することを目的とした。 保安条例が直令として交付されると、警視総監として即日施行した。当時の首相、伊藤博文は条例に反対であり、内務大臣、山形有友も消極的な態度であったものの、三島は条例を積極的に推進していたとされる。当条例の対象人物には、小崎幸男、片岡健吉、中江町民、星通などがいた。地方の開墾に熱意を示し、 栃木県の那須野が原に、はじめ校舎、後の三島農場を開設した。長男の八太郎を、社長、信仰の深い部下14名を株主として入職者を募集して、開墾に従事させた。現在の那須塩原市三島に別荘を構えた。当時の区割りが現在も残っており、古くからの住人には開墾当初の入植者の子孫が多い。 近年設置されたナスのが原博物館の敷地には、開墾に必須であったナス疎水も再現されている。栃木県令時代の1884年、三島は塩原街道を開発整備し、同時に塩原に別荘を構えた。1902年、皇太子時代の大正天皇が塩原を訪問した際に、三島別荘等に遊んで、温泉や風光を気に入る。 これを契機として1904年、三島市設家は別荘を献上して、塩原御用邸となり、主に秘書のため愛用された。1948年に、厚生省所管の厚生施設として可視され、現在の跡地は、国立塩原視力障害センターとして利用されており、旧御座書のみ移築されて、天皇の間記念公園、栃木県有形文化として公開されている。 1885年、明治18年、第五代警視総監に就任した三島は武術を信仰し、武術家を警視庁武術世話係に採用した。三島が在任中に死去するまでの2年10ヶ月間に、警視庁の武術は大きく飛躍したことら、警視庁武術の功労者と言われている。1888年、在職中に死去。1886年、 明治19年5月8日、のぶ人間一等、下級法玉物。もの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。